こんにちは、ガチガチ専門の下川でございます。今日はですね、エアー施術でございます。首のエアー施術をしたいと思います。先ほどのお客様をね、イメージしながら、伝えていきたいと思いますね。イメージするっていうことは非常に大切だと思うんですよ。ですのでね、こう私のこう動きとかね、言ってることをこう頭でイメージしながら、実際にここにモデルさんがいるかのようにね、イメージしながら見ていってください。はい。まあ実際ね、モデルさんがいないっていう問題を抱えてますんでね、エアー施術っていうところでございます。はい。じゃあ早速いきたいと思います。先ほどのね、お客様はですね、首こりがひどいんですね。で、肩もそうなんですけども、今回は首をやっていきたいと思います。で、常連さんです。で、まあ大体ね、そういう方っていうのはもうとことんしんどくなってから来られます。もうこう来店された時にはですね、もう顔色がすごく悪いですね。で、目も半分しか開いてない、なんか機嫌悪そうな感じですよね。ちょっと下向き加減で、首肩しんどいんでいつも通りお願いしますと、なんか怒ってんのかなっていう感じの人ですよね。はい、そんな感じでいきたいと思います。まずね、その方すぐうつ伏せになっていただきます。で、頭痛がするね、毎回じゃないんですけど、今回は特にひどいということで、頭痛がするということでね、どんな感じですか、特にどの辺がしんどいんですかって聞いた時に、手をふっと当てたのがこの首の上の方だったんですよね。首の上の方、後頭部の辺をふっと触ったんで、あ、もしかしたら首の上の方がしんどいかなと、まあ普通思いますよね。ですのでそこをまず攻めていくわけです。で、お客様がうつ伏せになりました。はい、これ首としますね。首です、お客様の首です。はい、まずね、上の頭蓋骨ラインをやっていきたいと思います。分解光線ということですね。これが頭蓋骨だと思ってください。頭やと思ってくださいね。この付け根のところです。はい、ツボがたくさんありますね。寛骨、風池、天柱、亜門ですね、がありますけども、そこを狙っていきます。まず私はね、常々最初は横から4本のラインを取れるようにしましょうねって言ってるんですけども、その4本よりもまずこの上を狙っていきました。まずはそのここ横にね、乳幼突起ありますよね。耳の後ろの尖った、骨があります。ここ、この乳幼突起の内に入った、溝ですね、溝にツンとまず入れます。そこからスタートします。はい、ここから、寛骨っていうツボでしょうか、ここにグッと押し込んで、斜め上、お客様の目を狙うかのようにね、ズンと入れていきます。頭蓋骨の下に指を潜らすイメージでフッと入れていくわけですよ。で、それで、くまなく、触ってないところを作らないように、くまなく一点一点、アモンに向かって、首の真ん中ですね、真ん中に向かってずっと移動していくわけです。持続圧です。もちろんガチガチなんでね、硬いんですよ。硬さがバリバリありますんで、押し込んでコツンと当たって、さらに1ミリふーっと入れ込むイメージでしょうか。そんな感じでニュンと効かすんですね。そうやって移動しているうちに、もうお客様すやすやと寝ておりました。もう寝息立っておりました。1分経ってないですよね。そんな感じです。で、首の力もふっともう抜けちゃってるんですよね。ぐーっとこうなっちゃってるわけですよ。ずーっとやります。やっぱりお客様最初こう手当てたところがね、上の方が凝ってるなっていう感触です。で、それをね、寛骨、風池、そして、天柱行って、で、天柱っていうのはその僕がよく言う首の真後ろのプリプリですよね。プリプリ、棘突起、首の骨ね、真後ろにありますけど、そのすぐ横にプリプリがありますよって言ってますね。そのプリプリのところまで到達します。天柱です。天柱ぶち当たります。で、そこから上に登っていきます。上にね、頭蓋骨の上に、上を押すようなイメージですね。この手が頭蓋骨ですよ。天柱までずーっと移動してきて、頭蓋骨の上にの方に登っていきます。そしたらここにもね、お山がぽっこりできてるわけですよ。両方ね、左右に、アモンを挟んで、アモンというのはど真ん中です、溝です、にを挟んで両方にお山がぽっこりできてるんですよね。そこを、硬さがあるので持続圧でコツンと押していきます。コツンと押していきます。指2本分ぐらい、 3本分ぐらいかな、これ人によると思いますけども、指じゃない、ポイント、指っていうのはこの爪にしましょうか。私の爪を1個2個ぐらいかな、上に登っていく感じですね。コツンコツンと
やっていきます。はい、ここもゴリッゴリのお山ができてました。はい、そしてその横もやっていきますよ。この頭蓋骨の上のこのちょっと広範囲なところね、ここはねプニップニになってたんですよ。プニップニゼリー状ですよね。プニップニなんで、押しても手応えがない感じです。ズブズブズブっと指が入っていく感じなんでね、ここは面を使ってグリグリグリっとゆっくりね、円を描くようにほぐすようなイメージで、施術を行いました。そしたらだんだんそのプニプニも引いてくるんですよね。で、上の方はそれで施術完了でございます。で、それが終わったらですね、私がいつも言っているその首の真横の耳の後ろの、乳幼突起ですね、尖った骨から、これが乳幼突起としましょうか。乳幼突起からニョンと真下に向かって押していきます。ここも筋筋になっていますね。これをまず第一線取ります。で、そしてすぐ横、乳幼突起が、終わったところですね、くぼみがあるところからスタートします。真下にまっすぐ取っていきます。で、すぐ隣もう一本取ります。そしたら次に、真後ろのプリプリ君が出てくると思うんですよね。このプリプリ君はですね、しっかりと指先で捕まえて、横に、弾いていく。プリーンと弾き切らないっていうのがポイントです。軽く弾くっていうことですね。これはしっかり捕まえて弾くことで最高に気持ちよく効きますからね、しっかりとやってあげる必要があります。そして、まあ、その方はね、その方に限らずですよ、首こり肩こりの人は、この首の前のこの胸鎖乳突筋っていうね、首の耳の後ろから鎖骨の真ん中にかけてこう走ってる筋肉です。ここでね掴めますよね、皆さんね。これがね、普通はね、触るとフニッとしてますけども、ガチガチさんはあの枝を掴んでる感じです。柔らかさなんてないです。そんな感じの筋肉がね、ワンとあるわけですよ。それをグワンとあるんで、それを親指で、軽く押していきます。いつもの感覚で押したらちょっときつすぎます、その筋肉はね。面で、ちょっと控えめな感じで押していきます。持続圧です、面の持続圧です。で、ここはですね、腕の神経がありますので、強く押しすぎるとその腕にビリビリっと電気が走るような痛みが走ったりする時があるんですね。ですので、それを、見極めるにはですね、お客様の手を見るわけです。手を見ながらこんな感じですね。首がここにあるとして、お客様の顔がここにあります。で、腕がここにあるわけですね。で、左側の胸鎖乳突筋を触った場合、強く押しすぎた場合はですね、こっちの腕側にビリビリと電気が走るわけですよね。そしたらお客様反応するんですよ。肩に力入れたりとか、腕動かしたり、あと手のひらをこうガーッと、なんていうのかな、確かめるかのような、グッパグッパしだしたりするんですよ。その反応がないかっていうのをね、見ながら、もうさっきのお客様は寝ておられたんで、それを手の動きを見ながらね、こう胸鎖乳突筋を指を首の前に回して入れるような感じでやっていきました。はい、それもね、もうガチガチだったんでね、全体をしっかりとねほぐしました。そしたらね、全体ふわーっと柔らかくなってね、最後はね非常にすっきりした、笑顔で帰っていかれましたよ。顔色もねすっかり良くなって、目もパッチリ開いてね、機嫌悪そうな表情だったんですけどね、帰りはニコニコして帰っていただきました。そんな感じでした。はい、また時間があればエアー施術の動画を作っていきたいと思います。ありがとうございました。